んにちは、こんばんは。ココアートチャンネルのココです。動画をご覧いただきありがとうございます。前回は唇のことについての動画をお伝えしたんですけれども、今日のこの動画ももしかしたらこの唇の色にも関係してくるかもしれません。よろしければ最後までご覧ください。ココアートチャンネル。最近巷で話題のアニヨベ体操って皆さんご存知ですか？もう話題になってるので、私がいちいち動画にしなくてももうご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、ご存知ない方のためにちょっとこれはシェアしないといけないと思って、アニヨベ体操っていうのはもうそのままなんですね。ちょっと自己映像になるかもしれないんですけれども、お許しください。アニヨベ体操の方法は、思いっきりできるだけ大きな口を開けて、あーに、よ、べ、ちょっと動画でやるとどう？これ。大丈夫？大丈夫ですか？これやってみるとわかるんですけれども、意外に最初のこのあ、口開かないですよ。40過ぎるとどんどん顔の筋肉が硬くなったり、顔に老廃物が溜まってくるので、なかなか口が大きく開かないんです。私は普段からこういう動画を撮る習慣があって、発声練習をしてて、その私でも最初はなかなか開かなかったです。そのくらいやっぱり日々筋肉というのは硬くなってきてるんだなっていうことがちょっと改めて気づいたので、ぜひ皆さんもやってみてください。そして初めてするっていう方は、ぜひ最初にアニヨベっていうのをちょっと画像に撮っててみてください。そして毎日何セットかしてください。できれば1日20回から30回することが推奨されてるんですけれども、まあ忙しくてできないっていう方は1日5回とか10回でもいいので、ぜひやってみてください。そしてそれを写真に撮ってて、前より口が開くようになったなっていう方はビフォーアフターを見比べてみてください。口の開き方が全然変わってることに気づくかもしれません。このアニヨベ体操はどういう効果があるかというと、いろんな効果があるんですね。まずは口呼吸から鼻呼吸に。私がいろいろ調べてこのアニヨベ体操に行き着いたのは、私は割と口呼吸なんですね。いびきはかかない方なんですけれども、割と口呼吸なんですよ。というのも、私鼻も悪いですし、ちょっと食いしばるようなそういう癖があるので、絵を描くときはなるべく口を開けるようにしてるんですね。口呼吸っていうのは本当に体に悪いっていうことをよく聞くので、口は開けながらも鼻で呼吸するような、そういう器用なことも最近してるんですけれども、口呼吸から鼻呼吸に戻す効果があるという以外にもいろんな効果があるんです。まずは免疫力をアップするんです。アニヨベ体操で舌の位置を正常にすることによって唾液の分泌が良くなるんですね。この唾液には人間の免疫力を高めたりとか血流を改善する効果があるんですよ。この血流を改善する効果から、このアニヨベ体操で肩こりとか首こりの解消効果もあるんですね。あとは年齢とともに頬の筋肉がやっぱりどうしても硬くなってきて、筋肉が硬くなるとセルライトとかこの辺に老廃物が溜まります。老廃物というのはやっぱり重いので頬が垂れ下がってくるんですね。ブルドッグ線とか頬の輪郭がちょっと最近曖昧になってきたっていう方、アニヨベ体操おすすめです。アニヨベ体操を騙されたと思ってこの動画終わった後30回やってみてください。次の日顔が筋肉痛になってます。顔が筋肉痛になるということは、普段そこまで顔の筋肉を使ってなかったということなんですよ。私結構顔の筋肉使ってる方なんですよ。その私でもこれをアニヨベ体操を知って30回やった次の日は、ほっぺたのあたりがなんかちょっとと筋肉痛になったというか、最初よりも毎日毎日続けると大きい口が開けられるようになったんです。皆さんはよく歯医者さんでもうちょっと大きい口開けられませんかって言われたことないですか？それほっぺたの筋肉が硬くなってるサインかもしれないです。これ編集の段階でもし事故になりそうだったらスタッフにモザイクかけてもらいます。私はこのくらい口が開きます。これ1日30回って言われてるけど、1回やっただけでもこの辺のこわばりみたいなのがスコーンと取れる感じ、なんかすっきりって感じ、すっきりって感じがしますよ。すっきりみたいな感じです。まだすっきりよ、本当に。もっとすっきり、もういいでしょ。
それ以外にもちょっと最近よく風邪をひくようになったとか、ちょっと最近ほっぺたがたるんできたとか、頬骨の位置がちょっと下がってきたとか、全体的にちょっとほうれい線が目立つようになった、こういう方はこのアニオベ体操いかがでしょうか。まだ成長途中の子どもさんにもこれはおすすめだそうなんですね。成長途中の子どもさんがすると歯並びが良くなるそうなんです。あとこのアニオベ体操をすることで唾液がたくさん出るようになるので口臭予防にもなるようです。アレルギーも改善されるようなんです。唾液にはアレルギー物質を抑制してくれる酵素も含まれているので、唾液がたくさん出ればアレルギー症状もちょっとはマシになるんじゃないかなということが期待できるそうなんですね。あとリフトアップになったりとか、顔のたるみの防止になったりとか、もうたるんでしまった顔をリフトアップさせる効果もあるそうなんです。だって筋肉は何歳になっても鍛えられるんです。体のような大きな筋肉じゃなくて、顔の筋肉というのはちっちゃいです。細いです。なのでちょっとした運動で効果も出やすいのが顔の筋肉ということなので、ぜひ頬のたるみとかリフトアップしてみたいという方はぜひこれやるべきではないでしょうか。あと滑舌が悪くなった、若い時よりも滑舌が悪くなったっていう方もこのアニオベ体操いいそうです。以前もこのココアートチャンネルで滑舌が良くなる、そんな動画も上げたと思うんですけれども、確かに私最近このアニオベ体操をしてから滑舌が良くて、割と早口で喋られるようになったかもしれません。いかがでしょうか。あと不思議なことに全身運動にも効果があるようなんですね。ただこのアニオベ体操は声に出さなくてもいいようです。ご家族がいる場合はお風呂で口だけ開けてやってもいいそうなんです。でもできるだけ大きな口を開けて、最後のベーはできるだけ舌を出せるだけ出してくださいということなんです。最初慣れないうちはえずくことがあるかもしれないんですけれども、舌をたくさん出してえずく方っていうのは舌の筋肉の衰えのサインだそうなんです。舌を出す訓練をしっかりするとえずかなくなるそうなんです。ベロ、舌は筋肉の塊なので、舌を柔らかくすることでこの喉の中の筋肉とか声帯の筋肉までをも柔らかくする効果があるということなんです。あとこのアニオベ体操には首のシワにも効くそうなんです。私は常に下を向いて絵を描く仕事をしているので、首の横線はもう本当に10代の頃から気になってて、毎晩タオルを巻いたりとかマッサージをしたりとか、日増し油塗ったりニベアパックをしたりいろいろやってるんですけれども、それでもなかなかこの横シワは消えないので、ちょっとこのアニオベ体操にも期待してるんですけれども、何回やるとかは特に決まりはないんですけれども、早口言葉にならないように一文字一文字ゆっくりアニオベとやってください。このベはやっぱりちょっと事故ですよね。理想は1日30回3分を目安に行ってほしいということなんですけれども、なかなか難しい方はできる限りやった方がいいということなんです。効果も割と早く出るということなので、頬のたるみとかほうれい線とか滑舌とか歯並びとか口臭とかいろんなことで気になっている方はぜひいかがでしょうか。私もちょっと続けてみようかなって思っています。前回ご紹介した唇の色改善にもちょっと一役買ってくれそうな、そんな予感もします。効果には個人差があると思います。回数によっても違うと思います。でも舌の筋肉も顔の筋肉も体の筋肉よりもちっちゃいので、先ほど言ったように効果も現れやすいので、ちょっと期待してもいいんじゃないでしょうか。このアニオベ体操、皆さんもいかがでしょうか。はい、ということで今日はもう皆さんご存知かもしれないんですけれども、最近巷で話題のアニオベ体操をちょっとご紹介してみました。やっぱり年齢とともに顔のたるみとかシワとかいろいろなことが気になるんですけれども、何よりも免疫力が下がってきてしまいます。その免疫力を少しでもアップするために、このアニオベ体操を生活に取り入れてみてはいかがでしょうか。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。ここはチャンネル。では目の体操も一緒にやったらいいんじゃない？あーによーよー。
ろしければチャンネル登録もお願いします。ココアートチャンネルではアートに全く関係のない話題ばかりお届けしていますけれども、私は絵描きです。私の作品のコンセプトなんかはメインチャンネルでアップロードしています。下の説明欄にも書いておきます。ぜひご覧ください。それではまた次のココアートチャンネルでお会いします。ありがとうございました。